貴様らどこのお嬢様だ。確実報告一号以上なし。言うまでもない、貴様らは人間のクズだ。生きる方法はただ一つ、不自由に徹しろ。バカな、なんで普通にタバコ。朝食何。ポークビーンズです。苦手なんだよなポーク。ねえ、拳銃変えた。食堂にハエはいけない。外で話してあげて。あんたがセカンと呼ばれるなら、とりあえず俺はファーストとでも。周りの反応は冷たいっすね。ほら、おい。不自由な中でのせめてもの自由。君から自由を奪う。しっかり持つんだ。つめえ。かわいそうにな。世界の思うつぼじゃ。何を使いやがった。何って。俺に相撲で勝った日か。もちろん、さっきのは相撲じゃない。おあつらえ向きの縁があるじゃないか。ホッケよい。だっけ？わかった。わからない。傾いている。勝負あり。耳の中に何かが入って。おお、ミスターバーキー。てっきり実力ナンバー2だからミスターセカンだと思ったら。セカンとは2代目。死後禁止。この警棒、うん、はーい。名刺だ。お、し、そもそもがこんな状態じゃスプーン一本使えやしない。あの男は、ミスターセカン大統領さ。本名ジュン・ゲバル、日系三世、21歳。アメリカで一番喧嘩が強い男、ビスケット・オリバーがいるのさ。ゲバルにとっては魅力ある喧嘩だろう。あんたと一緒だよバーキー。何の相談かな。長話が弾んでいたようだが。死後は禁止。仇を討るか。いずれにしろ厳罰だ。じいちゃんを痛めつけたところだよ。使い切れぬほどの憎悪をどうしたものだろう。こうなっちまえばもう誰だって。必ず助ける。何もない。アメリカ人だからな。人のいいことだ。本日も異常なし。3日間の独房生活を終え、通常の生活に戻されるバキ。炎天下、他との差が出るわけだ。いい勝負だぜ、二人とも。休憩。聞きましたよ、マイケルさん。マイケルさん、先日あなたの言ったこと。俺は無関係なんだ。ブルックリンには俺のチームが待っていてくれるんでな。世界があなたを待っているんだもの。そのコンビネーションが戦いという局面でどう発揮されるというのか。リップが答えよう。多くの一般人が犯しがちな誤解、本人を実験台にやってみせれば済むこと。こんなところへ呼び出して穏やかではないな。高い身体能力を持っているが、フレームによる筋量に限界がある。スノーミこんな戦いがあるか。壊れていく。権威が。世界
界中を熱狂させた歴史的ポスターも。なるほど、バカではない。偉大なチャンピオンに敬意を表してボクシングでお相手しよう。君のメインコーチだった名将サム・ダマコ、そんなスタイルを本能にまですり込まれている超一流を相手に。これは ボクシングは終わりだ。意外にもろかったな。一個人の闘争技術など無力であるという真実。仕上げだ。こうか。上等だ。すぐに終わる。フリップ。あれ。気持ち悪い。回んねえんだよこいつが。君たちを前に煮え湯を飲まされている。実に興味深い。飲まれている。百戦錬磨のマウスが若いギバル一人に。うん。このバカ。バカかてめえ。風を呼んだ。道しようだ。見事だ。見事なシナリオだ。暴行が空になった今、このテトラをどう乗り切る。化け物。もはや決着の必要もなく。強すぎる。おお、マイケル君じゃないか。あんなビッグパンチお目にかかったことね。セカン、うん、あんたと同室だったことを神に感謝している。極上のレクリエーションをサプライズボーナス。あなたがオリバに勝とうが負けようがどちらでもいい。でも俺と戦いたいのならいつでも。ゲバルいる？おお、いたー。グッドイブニングミスターゲバル。彼女からのプレゼントか。彼女が昔住んでいた町で買ったものさ。恋人同士なんだろ。無論そうさ。どうだい。それはあのハンカチーフではない。